この友情祭アゲインというタイトルも井上彩香さんがつけてくれました。折しも朝ドラではエールが放映され、古関裕而さんが早稲田大学の応援歌を演奏するという場面でした。応援歌といえば二蘭校出身の小島賢章さんが作曲された大進撃というのがとても有名です。大進撃と言ったらやっぱりトランペットがとても魅力的なんですね。でそのトランペット、トランペッター、ジャズトランペッターとしてとても有名な田中哲也さんが高校38回にいらっしゃいます。田中さんは立教大学のご出身、早稲田大学、立教大学ときて、他に東京六大学のご出身者いらっしゃらないかなと、探したところ、なんと東京大学ご出身の杉山拓さんがアコーディオン奏者としてご活躍くださっています。それでは杉山拓さんに演奏いただきたいと思います。杉山さん、よろしくお願いいたします。
アコーディオニスト杉山拓でございます。どうぞよろしくお願いします。お聞きいただいたのはですね、アストル・ピアセラ、というアルゼンチンのタンゴの大作曲家のアストル・ピアセラのイベルタンゴ、そしてですね、ちょっとね、プログラムには入れなかったんですけど、そのピアセラと親交のあったリシャール・ガリアノというフランスのアコーディオニスト、今、古代地と言われる、リシャール・ガリアノの代表曲、タンゴ・プー・クロード、クロードに捧げるタンゴという、ちょっと抱き合わせて、お聴きいただきました。あのね、楽器が多いんですよ。あとでね、この後吹奏楽部の皆さんがここにずらっと並んでね、大きな楽器も持ってきてくれるけれども、この楽器はね、13キロぐらいで、多分コントラバスとか、よっぽどよっぽどね、大きいやつに比べても重たい。なのに今日立ってやってる。そんな私をぜひ拍手という形でお褒めいただきたい。ねえ、もう本当にありがとうございます。ね、ニライナ高校、母校ニライナ高校に160周年のイベントにね、呼んでいただけるなんてこんな名誉なことはございませんが、それにしてもね、去年、今年と、いやー、本当に大変でした。もうね、スケジュール帳が不規則みたいですね。ちょっと伝わりづらくて、若干古かったですね。現役の高校生は何だそれっていう話だと思いますが、真っ白って言うんですよ。なんですけど、ようやっとね、ようやっと、コロナも落ち着いてきて、まあ、皆さんにこんな風にお集まりいただいて、ようやっとね、お仕事がね、戻ってきたかなと思った矢先にね、いただいた仕事が合わせますというね、大変なところなんでございます。これ大丈夫かな、これ言ってない、YouTube のこれ大丈夫ですか、必要だったらカットしておきます。そんなわけでね、アコーディオン弾いて、ね、なんとか生きてるわけなんですけど、本当に私、この37になりました。もう韮山高校卒業したのが19年も前なので、ちょっと信じられないですけれど、その間に、いろんなことがあってですね、酸いも甘いもそれなりに経験したもうすぐよそじの男でございます。そんなわけで次の曲はですね、私のオリジナルの曲、甘いだけが、いいわけじゃないよねという、テーマで書きました、ビターチョコレートワルツという曲をお聴きください。
ビターチョコレートワールズという曲をお聴きいただきました、本当はもうね2曲で立っていくのいっぱいいっぱいなんですけど、この後ね素晴らしい、プレイヤーあの、もうあの演奏しようと思いますけれども、それでは皆さんですね大きな拍手で、ミュージシャンというのはね本当に正直な生き物で、拍手の量、そしてその情熱によって曲数が変わるかもしれませんからどうぞよろしくお願いします。それではお呼びいたしましょう。タンペット田中哲也。
ありがとうございます。最初に紹介しよう。ね、東京大学ですね。これだけ役割を持ってます。これ文武両道ですね。あ、ごめんなさい。はい、まあ私はいいかな、あとでなんか喋ると長いし、喋ると長いし、あとでね、まあ僕喋りますから、たくさん。1曲目はですね、スイートラボンマインド、ウディショーっていうドラムバンドが、まあ、作ったというかね、あのちょうど70年代のテレビドラマみたいなあのメロディーかなと思うんですけども、スイートラボンマインドという曲を発表しました。それでは2曲目、あ、今日はですね、ちょっとやっぱ秋なので、秋の装いということで、演奏を、中心にやっていきたい、多分そうなると思います。はい、そしてその2曲目というのは、枯葉ですね、オータムリーブス、まあ、シャンソンで有名な曲ですけども、まあ、これもジャズのスタンダードでも結構有名な感じになってるんですけどもね。1曲目ですね、僕はトランペット奏者なんで、トランペットっていう楽器で演奏したんですけど、2曲目、この枯葉は、これね、フリューゲルホーンという楽器です。よくね、これコルネットと間違えられるくらいですけど、これフリューゲルホーンって言うんですけどね、またちょっとトランペットと違う味わい深い音がするので、まあちょっとこれもお聴きいただきたいなと思います。はい、2曲目、枯葉を演奏いたします。あ、すいません、今日はね、そう、今日はね、演劇部の、音響スタッフについてくれてどうもありがとう。僕がさっきマイクのことでものすげえ細かい注文したから多分今てんやわんやと思いますけども、よろしくお願いします。Thank you.
岡麦Thank you.
次の曲はですね、鈴懸の道という、まあ、日本の歌曲というかね、曲を演奏したいと思います。まあ、この曲ね、やりだすとね、まあ、僕には思い出深い曲なんですけれども、僕は立教大学に卒業してるんですけども、立教大学の先輩で灰田勝彦さんっていう流行歌手かな、戦前戦後に戦記した、その灰田勝彦先輩がですね、その鈴懸の道という歌を歌って昭和17年にヒットしたのがまず最初なんですけども、実際にですね、立教大学の、キャンパス内にですね、鈴懸の道っていうのが実際にあるんです。で、それを要するに大学時代の思い出を灰田勝彦先輩が歌ったんですけども、で、今現在も立教大学のキャンパス内に鈴懸の道っていうのが未だにありましてですね、まあ、当然私も、そのところが長嶋茂雄先輩もね、通ってますね、鈴懸の道を毎日、まあ、立教大学の学生にとってはシンボル的な町なんですけども、まあ、とてもね、有名な曲になったんですかね、灰田勝彦先輩が歌って、で、ね、戦後にスイングジャズで鈴木昌司さんっていうクライネット奏者後にスイングジャズにしてリバイバルヒットっていうんですかね、むしろこっちの方が有名かなっていう感じなんですけれども、まあ、そういう曲なんですけれどもね、まあ、僕にとっては立教大学の大学校歌みたいな感じなんです、まあ、僕だけかもしれないけど、まあ、結構ひょっとして立教の先輩の方っていらっしゃいませんか、ね、あまりね、あまり二学校から立教に行く人もない。はい、失礼しました。はい、その、まあ、鈴懸の道という、ね、曲をちょっと演奏した僕も思い出深い曲 で、僕自分のバンドのテーマ曲に必ず使っております、鈴懸の道を。はい、今からまあちょっと鈴懸の道を演奏すると同時にですね、まあ、ちょっと立教大学の思い出を込めて、まあ、今日ちょっと後に早稲田大学さん の、 ね、大進撃もありますので、その前にちょっと立教大学の池立教賢治っていうね、第二音楽があるんですけども、それを演奏してから鈴懸の道の演奏に入りたいと思います。お聴きください。
私の思い出深い、ちなみにですね、あの宮山高校今年150周年あ、誰かしたんだよ、2年後、ね、明治6年創立ですよね、ちなみに、ね、僕の高校を最初に行った立教大学なんですけど、その1年後の2024年に創立150周年の時代、ちょうど1年違い、要するに宮山高校が明治6年に対して立教大学が明治7年と、多少歴史の古い学校というのは、僕、長泉小学校出てるんですけどもね、長泉小学校2年後に150周年で、まあ、結構僕、小学校、高校と大学が150周年というちょうど大学になります。本当ね、僕ね、韮山高校も立教大学もどっちもすごく愛好心強いので、もうどっちも、もう今4人なんですよね、どっちも応援してます。ぜひ韮山高校から立教大学に進学してほしいですね。いや、東京大学も素晴らしいです。もうじゃなくて、ね、今年東京の大学で東大に負けました、ね。一生いっぱいです。たまに負けますね、立教はね。たまに東大に負けるからね。はい。だからありがとうございます。はい。まああのね、まあ結構愛好心ですよ。東大の大学愛好心。いや別にそんなことも。Thank you.
それではですね、次の曲が、この漫才コンビ最後です。よろしいですか。はい。やっぱ名前つきますか。テツアンドなんとか。テツアンドポン。いる感じが、いていない感じがするってことか。
はい。